北口関門トンネルをイメージしたイラストの描かれた駅名標文字駅は福岡県北九州市文字区中町にある九州旅客鉄道の駅である。鹿児島本線を所属線とし山陽本線を加えた2路線が乗り入れる。鹿児島本線には JA29、山陽本線には JA52 の駅番号がそれぞれ設定されている。関門トンネル開通により、 山陽本線の終点駅となった。このため九州の鉄道の玄関口となっている。なお、営業キロ上は駅の南側にある北九州貨物ターミナル駅と同一地点にある。山陽本線の内関門トンネルを含む下関文字間は九州旅客鉄道の所管である。同線は線路名称上では当駅が終着であるが、 下関駅からの列車は、運転系統上小倉駅まで直通する列車が多い。その一方で、2010年12月時点で当駅から下関駅をまたいで運転される列車は存在しない。また、ラッシュ時などには、日豊本線からの列車も乗り入れてくる。山陽本線が直流電化であるのに対し、鹿児島本線は交流電化であるため、 本駅構内下の席方にレッドセクションが存在する。そのため、かつてのブルートレインをはじめとする客車列車は、文字駅において、九州内を走行する交流電気機関車と関門トンネル専用の公直流電気機関車と付け替えが行われていた。九州地区には、軸中の大きな EF81 型が入線できない脆弱な区間が多いことも、機関車を交換する理由である。 かつては貨物列車も当駅で機関車の付け替えが行われていたが、現在は北九州貨物ターミナル駅で機関車の付け替えが行われている。九州鉄道の開通に合わせ大里駅として開業した。その当時は現在の文字港駅が文字駅を名乗っていた。関門トンネルが開通する際に文字駅を文字港駅に大里駅を文字駅に それぞれ解消した。関門トンネルは、長大かつ海底という特殊な条件から、元より蒸気機関車の運行が不可能であり、電化がなされていたものの、文字異性の吸収内は、非電化であった。このことから、当駅での機関車交換が必須であり、吸収発の特別急行列車、富士や戦後発の吸収発着の特急、カモメも含め、 すべての列車が長時間停車していたが、1961年に本駅を含む文字港久留米駅間が交流電化され、同時に山陽本線の下関を合理間も直流電化された。さらに1964年に山陽本線が全線電化された頃には、旅客列車は機関車交換の不要な高直流用電車が中心になったことから、 旅客列車の長時間停車が減少した。1975年の山陽新幹線開業より、本州対九州間の関門トンネルを通過する長距離列車が大幅に整備され、さらに利用者の減少により、新大特急群も徐々に廃止されてしまったことから、現在では主に北九州都市圏の輸送を担う旅客駅として機能している。 文字駅5.6番乗り場の下関側に設置してある関門トンネル案内板5.6番乗り場の下関側に設置してある関門トンネル案内板、構内4.5番線構内の様子2.3番線改築前の駅舎かつては島式ホーム4面8線であったが、現在は海側の敷地を縮小し一面を廃止した3面6線を有する地上駅となっている。 2004年に3階建ての協城駅舎が完成した。直営駅で緑の窓口が設置されているほか、自動改札機、自動券売機を備え、守護化の使用が可能である。1.2階に商業施設、駅町1丁目文字、3階に改札口がある。駅舎内にはファミリーマートがある。自動放送導入駅、JR の特定特使内制度における、 北九州市内の駅である。文字港駅発の列車は1.2番乗り場、下関駅発の列車は3.4番乗り場に発着するのが基本だが、相互接続がある場合は、同一ホームに発着するなど、例外も多々ある。また、小倉方面からの列車については、文字港駅が6番乗り場、下関駅が5番乗り場を基本とするが、これも一部列車で逆になることがある。 6番乗り場も事故、下関方田のあたりに、急行天草の乗車位置案内が、わずかに残っている。2019年度の1日平均乗車人員は6263人で、あり、JR 九州の駅としては、八幡駅に次いで、第29位である。JR 九州及びと、受けきた九州によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、 1970年度から1999年度までの1日平均乗車人員は下表の通りである。南口駅前北口駅前文字ミッドウェア駅は文字区の西端に立地している。駅周辺は市街地となっているが文字区の中心部は文字港駅周辺地区である。駅南口の前を国道3号が線路に並行する形で通っている。また、 駅北口から250メートルほど海側の海岸沿いを国道199号が線路に並行する形で通っている。かつては駅の北側に札幌ビール、北九州工場があったが2000年に閉鎖され、現在では同工場跡の建物を保存活用した文字赤レンガプレイスをはじめとして大規模な再開発が進んでいる。南口が北口側付近ではないが、 当駅から新文字港に発着するフェリーの送迎輸送が行われている。西鉄バス北九州が運行し、南口港内と国道3号線上に分散して乗り場を設置している。港内3号線文字港、方面3号線緑ヶ丘、大里桃山町方面3号線小倉方面。 文字駅の前の国道3号線上には、かつて西日本鉄道北九州本線の文字駅前、停留場があった。元は、不老園前停留場と称し、1911年6月の九州電気機動本線が一気区間の開通の際、後に文字駅ができる位置付近に設置されていたもの。1942年4月に大里駅が現在地に移転し、 文字駅となったのに伴い、接続のため不老園前停留場を文字駅付近に移設し、文字駅前停留場に改称した。停留場は、上下線それぞれに安全地帯のある乗降場を備えた二面二線の構造で、上下線間の渡り線も備えていた。1985年10月20日の北九州本線、文字、砂妻廃止に伴い、東停留場も廃止となった。 なお、北九州本線の起点であった文字停留場は、文字港駅より、さらに北東の旧文字地区にあり、東停留場とは別の停留場である。ありがとうございます。